ちらは基本が 4-4-2 ではあるんですけれども、画面下の右側29番右サイドバックの田頭、多分彼も攻撃の時にはグイッと上がってっていう形になるでしょうか。そうですね、逆に追い風のチームはこの前半のうちに必ず先制点を取ってやるんだっていう結構共通の会話があります。さあ戦いが始まりました。新しいフォーマットでの開幕ゲームをここでも迎えています。 C 相模原2連勝中、ここまでまだ無失点です。ご覧のラインナップです。6番の徳永、写真がないのはまだ入ったばっかりということもあるんですけれども、藤枝から戻ってきたばかりです。弾き返して逆サイド、さあ江永右足で切り返す、左足で入れてくる、ポストに救われた、滑るが、サスパシュートだ、いやー最後は北川シュートが詰めました。1対0、サスパ群馬先制。ここは前橋の正田醤油スタジアム、相模原ワンフェイクを入れます。いいボール、伸びるボール、いいボールが入ってくるが、白輪のところか、もう一度後ろから飛び込んできた、ファウルは PK。伊藤選手いい形で入っていきましたけども、守るは石井亮、下克上へ相模原、まずは同点ゴールの大チャンス、うん、決めました。1対1同点。いやいいですね、ゴールセレブレーションが浅野選手が的なこう、あ、いやちょっとあれですね、タッチを割ってしまいましたが、エリアは牽引して、ここで90分終了のホイッスル、決着つかず1対1、延長戦に突入です。住んでいたエリアに戻ってくるっていうのはね、あの本当に嬉しいことですよ。佐藤左足よ、キーパー決めた、和田だ、ザスパ勝ち越し、素晴らしい攻撃の形、そうしっかりいつものルーティーンで取って、さあ佐藤亮の左足、ナイスゴール、また和田だ、ダメ押し3点目、3対1、気にドリブル、ここでねこう運んでくれるのはでかいですよね。おーファブリショバイヤーの、でもないよ、和田縦ブラック上がっていない、うわー素晴らしいカウンター、素晴らしいカウンター。試合終了、苦しみながらもザスパ群馬が延長戦で3ゴール、最終的には延長戦の末4対1で J3 の SC 相模原をホームで下しています。